昨日はちゃんと見たんだ。そうやろ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。医者じゃ。つい先ほどから急に腹を、うん、腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。そんなとにかく急い。おい、誰か。上司様じゃ。来ない時に何ちゅうことぜよ。する気ぜよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐランボーイのところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。腹の腑の病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに上司様は偉いのですか。何。私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対。わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。たく、とさはいちいち俺を苛立たせる。な、何者ぜよ恩師。とさ藩豪氏坂本龍馬。豪氏じゃと。豪氏の分際で恩師。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。うんしゃあ、こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。ご神ごときがどうなるか分かっちゅうがか。ああ、上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺しでもしたら仕返しにこの町ごと焼け払われかねないからな。なんじゃと。
後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい、ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。上司に逆らったらどうなるかなんてことはここにいる誰よりずっとな。何事だ。江戸から土佐に戻って早々、なんであんな真似をした。ん、どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。ん、いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり、お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。あんたは悔しくないのか。何と言った。あんたも俺と同じ剛士だろ。剛士ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。一緒にするな。俺は白札合子だ。合子ごときと同列に語るんじゃない。お前ら合子は道端の石と同じだ。蹴られても捨てられても文句は言えない。そこまでだ。誰だ。お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか。江戸に負わす大殿、山内陽道の懐刀とでも言えばわかるか。三世吉田東洋様。悪いがこの石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですが、しかし。わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前に、この手で殺したいのじゃ。この無礼な石ころをな。
承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、我が息子よ。それにしても、ずいぶん丹念に痛めつけられたものだな。おやさん、ほれ。何も言うな。今他の老番に見つかったらことが台無しだ。でもどうやって？心配ない。出口まで人払いしてやる。だが、ああ、詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹ごしらえでもして、その後隠れ家に来い。隠れ家？忘れたのか。わしたちが何年も暮らした塾のことを。江戸の一年ってな、ずいぶん長いらしい。場所は町のやつにでも聞け。剣越し塾と聞けばわかる。わかった。